うございます。郡山消防署福山分署佐藤です。今日は一日密着よろしくお願いします。これから着替えをします。着替えが終わりました。こちらが郡山消防本部の救急服になります。こちらの方に救命士のワッペンがあります。福山分署には産駆車、救急車の2台があります。救急指令がかかれば救急車に乗って出動します。火災などの指令があれば産駆車に乗って出動します。勤務は今日の8時半から明日の8時半までやります。今ちょうど8時ぐらいなんですが、これから昨日勤務していた職員から申し送りを受けるため事務所に向かいます。福山分署は令和元年11月に開所したばかりの分署となります。郡山消防本部では一番新しい分署となります。福山分署の事務所はフリーアドレスタイプとなっておりまして、決まった席がありません。このように個人のワゴンがありまして、自分で一日勤務するところに持っていきまして仕事をするという形になっております。これから車両点検を行います。今日は1日機関員なので、まずは救急車の資機材の点検から開始します。その後にタンク車の点検を行います。体調バッグです。この中の資機材を点検します。中身は、現場で使う資機材が多数入っております。BVM と呼ばれるバックバルブマスクだったり、血圧計も入っております。この他にも、怪我された方がいらっしゃった場合、出血としていましたら風邪なので止血できるように資機材入っております。はい、これはパルスオキシメーターです。体の中の酸素の量、あと脈拍等が数値で出てきます。今はサーチュレーション 98%、 脈拍が107回です。ちょっと早いです。高等鏡になります。ライトがついております。これを口の中に入れて、高等展開、いわゆる、口の中の確認を行う資機材、あと気管挿管などで使う器具になります。気管挿管とは、呼吸が止まってしまった患者さんに対して、チューブを入れて気道確保し呼吸管理をする行為になります。こちらは患者監視用モニターといいまして、患者さんの体の中の数値を見ております。今現在出ているのが脈拍、あと心電図、あと血圧、サーチュレーション、呼吸回数になります。今も脈拍は76回、心電図はサイナスリズムといいまして同調率、血圧も正常値、体の酸素の量も 100% 入っております。こちらはオゾンを発生する機械になります。感染症などの患者さんを運んだ際に車内を無人にしてオゾンを発生させて除菌をする機械となります。こちらの機械は郡山消防本部全車両についております。救急車の中にはこういったぬいぐるみが乗っておりまして、小さいお子さんを搬送する際、泣かれてしまうことが多いので、アンパンマンなどのぬいぐるみを使用しながら、気を紛らわせて、
血圧測定、サーチュレーションの測定などをするようにしています。次にタンク車の点検を行います。タンク車の点検に移ります。タンク車の点検は、タイヤ周り、ガーシー周りの確認、それから積載されている資機材の確認、あとポンプの作動状況などを確認します。では訓練棟と呼ばれる訓練する施設があります。今現在は関連バシ号と呼ばれる、資材を使った訓練を実施しています。関連バシ号は火災現場、または、救助現場でも、使うことがありまして、高所への、侵入などに使います。福山文書では女性仮眠室が完備されています。中はこのようにベッドが1つ、それからこちらの方に行きますと浴室、あとトイレが完備されております。こちらで1棟目泊まることになります。こちらが福山文書の仮眠室とロッカー、お風呂場があるスペースになっております。仮眠室は全部で5部屋、各個室になっておりまして、私は今日はこちらの仮眠室を使います。救急車が出動します。ご注意ください。右へ曲がります。ご注意ください。救急出場から帰ってきました。救急出場は基本3名で出場しますが、事案によっては4名で出場します。タンク車で出場する場合は4名で出場します。これから、救急報告書というものを入力していきたいと思います。今日はミートソーススパゲッティです。だそうです。福山文書館内には防火対象物と呼ばれる建物が約1600件あります。
ここには約1600件の防火対象物の資料が保管されております。これらの資料には防火対象物一つ一つの情報が入っております。その情報とは、いつその防火対象物が建てられたか、面積や構造、また消防用設備がどのようなものがついているか、また立ち入り検査を行った際どういった指導をしたか、そういうのも含めて一目でわかるように保存してあります。このように出場の合間に受付業務も行います。提出される書類としましては、消防用設備の点検報告や条例に基づく書類などが提出されます。文書では夕方手分けして掃除をしています。明日の朝まで勤務と長丁場ですが、夜は交代で仮眠をとっております。仮眠時間帯に出場がかかればすぐに起きて出場するという形になります。救急指令、一般不祥事故、郡山市、八ヶ山田市内、福山市行き1の出場を指令する。以上。救急車、タンク車の出動、予防業務、その他にも多数の業務をこなさなければなりません。救急救命士の資格を生かしつつ、さまざまな業務の経験を積むことができます。郡山消防本部では、福山分署をはじめ本部庁舎、田村消防署など女性のための環境が整備されており、女性の働きやすい環境となっております。これで業務が終了したので、着替えて帰りたいと思います。次の当番に向けて、ゆっくり休みたいと思います。では帰ります。お疲れ様でした。